76式大砲レーダー装置 JMP-9P-7 は東芝製の3次元レーダー。陸上自衛隊において大砲兵レーダーとして装備化された。主に野戦特化に配備され、野砲などの発射位置や弾着位置特定を行う。後継として大砲レーダー装置 JTPSP-16 の配備が進められている。なお対砲レーダーは小松製作所が設計。 生産したものである。まず昭和四十四年度、東京芝浦電気車に対して技術調査が委託され、続いて昭和四十五点四六年度には部分試作が行われた。昭和四十六年度末には技術試験に移行し、九百七十二年二月から三月にかけて富士学校及び富士演習場周辺で第一次試験が行われた。この試験では電気的、 機械的基本性能や探知性能など基本性能の確認が行われた。その後、5月からは探知性能試験、電子防護性能の基本試験及びミサオ養成等を対象とする第2次試験に移行した。また7月から8月にかけて行われた第3次試験では、ヤウス別演習場において、長射邸団の探知、標定、多段性の試験等を実施した。 その後、部分試作の成果をもとに、昭和47.48年度に試作が行われ、昭和48年度末より、技術試験に移行した。まず1974年3月に、富士学校及び富士演習場において第一次試験が行われ、評定性能、レーダー基本性能、ミサオ要請、走行性を対象とする試験が実施された。 続いて6月から7月にかけて行われた第二次試験では、ヤウス別演習場において、評定性能、レーダー基本性能、及びミサオ要請を対象とする試験が実施された。また11月には、第一次試験で実施できなかった、乗車定団に対する補足、評定試験が行われた。1975年1月から2月にかけて、ヤウス別演習場において、 第3次試験が行われ、寒冷時における、標定性能、レーダー基本性能、及び、ミサオ養成を対象とする試験が実施された。本システムは、下記のような構成となっている。レーダー部は、索宇宙船装置、回転機台、送信装置、受信処理装置から構成されており、レーダードレーラに搭載されている。長距離下方対処。 複数目標の自動標定機能が求められたことから、操作宇宙船装置は、パッシブフェーズドアレ式を採用している。同波間、スロットアンテナとフェライト移送機を用いており、方位方向の操作は、移送制御により、また、不要角方向の操作は、周波数制御によって行っている。標定方式は30ビーム方式となっている。これは、ペンシルビームを順次に操作することで、 空間上に3枚のビーム膜を形成しておくものである。飛翔する弾丸がこれらの膜を通過する際に得られる弾道上の3点の空間的座標などから、どの弾丸の発射位置ないし弾着位置を表定することができる。レーダートレーラーは26輪のトレーラーであり、アンテナ部は牽引移動時には、アレイ面を真上に向ける形で、約90度倒して固定することができる。また、 トレーラー中央部には、レーダー展開時の安定用にアウトリガーを備えている。一方、標定部は、大砲レーダー要素置車に搭載されている。これは74式時速 105mm 榴弾砲の、車体部を基本として、指示計算装置や69式車両無線機、JVRCF5 を搭載したものである。走行時乗員は、操縦手1名。 社長1名及び操作手2名の計4名である。指示計算装置は、レーダブが捉えた目標の分析を行い、装置全体の運用を行うものである。表示画面は B スコープとされている。本システムでは、一段の補足によって、その発射位置の標定ができるほか、その標定計算中であっても、同時に4段までの補足が可能となっている。なお、 大砲レーダー用素置車には移動時にレーダートレーラーを牽引する牽引車としての役割もある。装置は8名で30分以内に開設、撤収を実施できる。開設後は、装置車内からの遠隔操作によって装置の始動、停止及び標定所限の設定などを行えるため2名の操作が可能である。また大砲レーダー用素置車とレーダートレーラー、電源車は 相互に50メートル離した状態で運用できる。ありがとうございます。